イエーイ。マイファーストインタビュー。ちょっと緊張してるけど頑張ります。こんにちは。こんにちは、みなとです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みなとです。9歳です。将来の夢は俳優です。まあ、そのぐらいの年の時はまだそういう将来のことについて何か目標とかやりたいことがあるっていう感じではなかったですね。スヌーピーのタオルを常に持ってるようなそんな子供だったと記憶しております。ではインタビューを始めたいと思います。お願いします。ではあだ名は何ですか？でも普通に名前呼ばれるのが多いかな。普通にディエンさんと呼ばれることが多いかな、うん。では僕はどうしたらリンさんのようにかっこよくなれますか？自分の中でその何がかっこいいのかっていう定義を持つことが大事なのかな。では僕はいろいろとできなかったりするときに、くじけそうになることがあるんですけど、リンさんはそういうときはあるんですか？もしそうなった時はどうしてますか？やっぱ生きてるといろんなことあるからね、希望を持ち続けるってことなのかな。みなとくんはどういう時にくじけそうになる？選択ミスをしちゃったり、押し間違い。押し間違いっていうのはクイズ番組？クイズ番組じゃないよでは英語で好きな言葉は何ですか？それ言えないよ。絶対後でピーって入っちゃうもん。絶対に。放送禁止。放送禁止。好きな英語の言葉は、ライトです。光？光。たくさん光あるね、ここね。こうやって、照らしてくれないと何も真っ暗で見えないから。光は大事です。じゃあ、みなとくんがいつか光になる番だ。光。次は。では、僕は大きくなったら、リンさんみたいにいろいろな国で仕事をしてみたいです。英語を習っていますが、どうやって勉強したんですか？英語の歌を歌う。意味をさ、知るっていうのも大事だと思うんだけど。日本語の言葉の意味って最初よく分かんなかったでしょ。何一番最初自分喋ったか覚えてる？どうぞ。どうぞだったんだ。でもさ、どうぞっていう意味最初分かんなかったでしょ。ママとかパパとかがご飯どうぞとかたくさん言ってたから、だから覚えたのかな。そうだよね、やっぱ音だよ、言語は。ではどうすればいろいろな国の人たちと友達になりますか？自分が興味を感じる対象、その好奇心っていうものを大切にする方がいいんじゃないかな。で、結果それを通じて近い価値観を持った人たちがつながっていくっていう。では一番大切にしているものは何ですか？健康。健康。みなとくんは？僕はやっぱ地球です。地球大切だよね。地球なきゃ生きらんないじゃん。地球なきゃ生きらんないか。地球と同じ感じの温度の星ってほぼほぼないじゃないですか。見つけるの大変だよね。だから地球は大切だと思います。大切にしていこうじゃ、地球を。はい。では最後にジーンさん、
お願い事してもいいですか？いいよ、できることなら。リンさん、うん、中国語でなんて言うか教えてもらってもいいですか？うん、ゾウダーシャンダーシャンダーダーシャンシャン、うん、難しい。よく言えたね。初めてだよね。初めてです。すごいな。なんでゾウなの？動物とか動植物系が好きで。ドラゴンです。ロンロン、ちょっとこうなんか上がる感じ。ロン、うん、太陽太陽太陽、うん、すごいね。パイナップルフォンリーフォンリー、うん、パイナップル好き？食べるの？食べるのが好きというか。あ、食べるの好きじゃないんだ。俳優です。演員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 、まあまあそんな感じかな。うん、なんでこれ選んだの？僕の夢が俳優だからです。うん、俳優になりたいっていう言葉を文章で言ってみようか。我要做演员我要做演员加油イエーイかわいいな。自分の顔映ってる？うん、面白いよね。面白い。見たことある？ドラゴンで。こういうの？うん。ある。あ、見えてきた。うん、魔法みたいだよね。今日はいろいろと質問答えてくれてありがとうございました。どういたしまして。お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ自分の方がちょっとだけ先に生まれて少しだけ多く経験してきたことがあるのかなと思っていろいろ話させてもらいましたけど、好きなことをやっているっていうそういう気持ちが一つのことを長く続けていくために大切なんだなと自分は思っているので、まあ、今のこのピュアなあり方が今後もずっとそうあり続けていったらすごくいいなと思って、なんか親目線になっちゃいましたね。自分の持つ直感を信じて興味思った対象を深めていくっていうのがやっぱり生きていく上で最終的にはまあ自分がハッピーな気持ちになるんじゃないかなと。ディーンさん、優しくて楽しくインタビューできました。今日の僕のインタビューはなかなか良かったと思います。